実はこのコロナになってすぐの去年の4月の時に緊急事態宣言が出まして、1回目のその時にシンクロの子たちがね、どこのプールもなくて泳ぐことができなかった時があったんです。で、オリンピック選手って当時は本当コロナがみんなわからなかったので、クラスターがフィットネスクラブで起きたからって言って、公共のプールも民間のプールも全部閉まっちゃったっていうのもありました。それでも支援してくださって応援してくださる方がうち使っていいよねとお声もあっても、結局は企業っていう団体になっちゃうと、井村先生やオリンピックのメンバーをお預かりして、またもしかしてコロナになったら大変ってことで、どこでも結局泳げないっていう現実が待っていまして、でそれをお聞きしたので、何か力になれないかなって私なりに探した時に、リュウちゃんって言ってお願いしたら、もう即いいよ使っていいよってもう心を振っていただいて、ただ4月5月ってすごく寒いじゃないですか。でお外のプールなのでね、ジャグジーを朝からじゃんじゃん炊いて、ヒノキ風呂じゃんじゃん炊いて、きっとどっかの温泉施設より高熱にかかったんだろうかなと思うぐらい、本当にそれをね、嫌な顔何一つせず、本当に好意的にみんなのためにって言って、本当に丸1ヶ月お世話になりました。でそういうのがありまして、井村先生の方からオリンピック終わって、どうしてもみんなでお礼しに行きたいっていうことでの今日なんです。はい、またもっと上手にしゃべる村先生からまた後で言ってもらいますけど、経緯はこの通りです。本当に私たち、プールがなくて、私はコーチですから、ともかく選手たちを水につけてやりたい、もうその一心でどこかないだろうかって言っては、3日ほど借りたら断られてっていうのが続いている中で、瀬谷選手は使ってくださいと言われて、本当に最初来た日こうして暖かかった、どんどん緑になるんですよね。先生は気を使って水を入れ替えるんですけど、入れ替えたら温まった水温がまた下がる、もう緑でもいいですから大丈夫ですとか言って、本当にここでたくさん練習させてもらいました。そしてそんなおかげで、その練習終わったらいつもママが選手たちのためにおいしいおやつを用意してくださって、選手たちにとったら本当にコロナを通じて瀬谷先生とも知り合い、ママと知り合い、そしてもうたくさんの人々の方々のこの温かさに触れて、誰一人として落ちこぼれることなく東京オリンピックの舞台に立ちました。なんとかお礼をしたいと思ったんですけど、私たちできることは泳ぐだけです。ですから今回は東京オリンピックは無観客で、どなたにも実際に見ていただくことできなかったので、このために、オリンピックの、演じました、プログラムを、凝縮しまして、皆さんに見ていただきたいと思います。すごく懐かしいし、この日があって、このプールで練習した日があったから、私たちはあの舞台に立ったっていうことを皆さんにも分かってもらいたい。そして私たちにとっては本当に一番にお礼に来たかったのはここなんです。私たちのお礼は泳ぐことですから、それをどうぞ見てやってください。最初は、チームのテクニカルの空手です。で空手で、その次がデュエットで泳いだ、ロボットの演技、そして最後が祭りの演技です。凝縮して、メドレーでやります。最後はママに感謝の気持ちを込めて、ママのために作ったところが出てきます。あの子たちの、気持ちです。感謝の気持ちです。では見てやってください。よろしくお願いします。衣装は本来ならば衣装を着替えるんですが、ぐっと凝縮しましたので、今日はあの空手の時の衣装で選手たちが泳ぎています。一応選手を紹介させていただきます。一番向こうから乾友紀子選手、安永真白選手、木島萌香選手、小村梨花選手、吉田めぐみ選手、兵庫豪希奈選手、この選手は、チ
ームなんかで飛んだりする時の一番上で飛び跳ねたのはこの人で、この人たちは土台でした。この人が飛んでました。では見てやってください。私たちの感謝の気持ちです。どうぞよろしくお願いします。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 8! 8! 1, 2, 3, 4,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  1, 2, 3,
ありがとうございました。